軍学校とは、軍隊など、軍事組織の学校である。学校の形態、制度等は、時代役にあるいは軍事組織の種類によって異なるが、大別すると軍人を補充するための養成教育を主とする学校と、より高度な技能や知識の教育を主とする学校がある。ただし同一の学校で複数の機能を備える場合もあり、すべてを明確に区別することは困難である。 軍事組織はその質の向上や維持のため、構成員の教育が重要となる。教育の多くは、学校という名称を持たない、教育隊やその他の部隊等で行われるが、一部は特に学校を設けて教育を行う。指揮官となる者には、部下の統率にふさわしい知識や素養を持たせるよう、補充のための学校が古くから設立され、養成教育を行ってきた。 代表的なものが各国、各軍の士官学校である。また指揮官となるものをさらに質の高いものとするため弱年のうちから教育する学校、あるいは上級の指揮官や参謀としての任務に耐えられる、高等な戦術や戦略を教育する学校を設けることもある。前述の学校とは別に構成員の役割や運用法が多様化し、それぞれ特化したことへの対応。 または使用する機器が複雑化していくことに対応するためにも専門の学校を設けて高度な教育を行う。具体的な例としては公平学校、経理学校、機関学校、通信学校などである。ここに挙げた学校名はかつて日本に存在した学校名を便宜的に当てはめたもので軍学校の種類や名称は 国や自害あるいは組織により千差万別である。軍学校は原則として軍事組織の一部であり、非教育者の身体検査基準や規律は組織に適していることが要求される。軍学校の第一義的な目的は組織構成員、または構成員となるものに対する教育であるが、一般の大学等と同様に専門研究等を行ったり出版物その他を発表することもある。 最古の軍学校は、イギリスの王立陸軍士官学校で、特に専門の知識が必要となる砲兵と皇兵の士官養成教育のため18世紀に設立された。他に、イギリスでは、王立陸軍大学が19世紀初頭に設けられたが、どちらも第二次世界大戦ととも閉鎖され、戦後サンドハースと王立陸軍士官学校として再建された。 フランスのサンシール陸軍士官学校は19世紀初頭に設立され、同校は日本を含む多くの国の陸軍士官、学校創設時に参考とされている。アメリカ合衆国では、陸軍、海軍、空軍、海兵隊、沿岸警備隊のそれぞれが、幹部候補生養成のための教育機関を有する。これらの大学の中でも、ウェストポイントの通称で知られる陸軍士官学校、 アナポリスの通称で知られる海軍兵学校は、それぞれ19世紀に設立された機関で、名門中の名門とされている。空軍創設後は、空軍士官学校が設立され、現在は空軍と宇宙軍に士官を送り出している。兵卒が永住権保持者でも良いのに対し、士官学校等には、米国市民権の保有のほか一身党内の親族の、 米国市民権などの入学要件が設けられている。旧陸軍士官学校級海軍兵、学校生徒官古くからの武士やその指定に対する教育を別とすれば、陸軍の学校は1868年旧歴7月、京都府に兵学校が置かれたのが始まりである。この場合の兵は兵士のことではなく、軍事を意味し、将校と歌手官を要請した。 翌年、兵学校は兵学所と改称した後、大阪二松津に移され、さらに兵学寮となり、士官生徒を教育する青年者と幼年生徒を教育する幼年者に分けられた。1872年、兵学寮は東京府に移転し、1874年8月に独立して陸軍士官学校となった。海軍は1869年旧暦9月、 兵部省が東京福祉寺に海軍総連省を機海軍修行生を教育した。海軍総連省は翌年海軍兵学寮と解消され、さらに1876年8月海軍兵学校となった。以後陸海軍ともに多くの学校を設置して教育と研究を行った。陸海軍の学校は学費が不要であり、かつ生徒には手当金が 毎月支給されるため、資産を持たない家の指定にとっては、経済的な負担なく、高等官である陸軍将校、海軍士官、あるいは犯人官である家士官という管理になる方法の一つでもあった。1945年の第二次世界大戦敗戦による旧陸海軍の廃止以来、日本には軍隊がなく厳然たる軍学校も存在しない。しかし、公式には、 軍隊とされない自衛隊をめぐり国内外で多様な解釈がある。なお自衛隊の学校は存在する。陸軍の教育は正規には兵部省を受け継いだ陸軍省が管理し1887年6月より官軍部が担当した。1898年1月からは官軍部を廃止して新たに設置された教育総幹部が担当した。そのため陸軍の学校は 航空関係の学校が設立されるまでは大半が教育総幹部の所管であった。経理部、衛生部など各部の学校と陛下であっても憲兵化と技術に従事するものの学校は陸軍省の所管となった。参謀を要請することを目的として設立された陸軍大学校は参謀本部の所管であり、他に陸軍中野学校は 陸軍省の所管学校として設立されたが、1942年4月より参謀本部が管轄した。航空関係の学校は1919 19年4月最初となる陸軍航空学校と同時に設置された陸軍航空部が管轄し、1925年5月陸軍航空部は陸軍航空本部となり管轄を継承した。 1938年12月、航空関係の教育専任の陸軍航空総幹部が設立されると、航空関係の学校は陸軍航空総幹部の所管となった。また、航空の例に倣い1941年4月、陸軍省の外局に陸軍機構本部が設置された。これ以後陸軍機兵学校と自動車、戦車関係の学校は、 陸軍機構本部が管轄した。陸軍では、学校の機能により、将校あるいは可視官となるものに養成教育を行う学校を、補充学校、軍人に特別な技能や知識を教育する学校を、実施学校と一部で呼んだ。しかし、両方の機能を備える学校もあり厳密な区別ができないため、明確に規定されたものではなく俗称である。 学校における非教育者は、教育課程その他の条件により、学生、生徒、可視観候補者などがあり、学校に入ることは入校といった。教育を終了して、学校を離れることは、学校や教育課程により卒業のほかに対抗という表現を使う場合があった。海軍には、陸軍の教育総幹部に相当する、天皇直令の教育統括機関がなく、軍勢を統括する。 海軍省が教育も担当した。1900年5月、海軍省の外局として、海軍教育本部が設立され海軍の諸学校を管轄したが、1923年4月に規模を縮小して、省内の教育局となった。以後、海軍の学校は、海軍省の所管学校と、各陳守府の所管学校に分けられた。海軍兵学校、海軍機関学校、 海軍経理学校は、いわゆる海軍参考とされ、主観の養成教育を行った。受験時の身体検査で、裸眼視力1.0以上が合格基準である海軍兵学校に対し、海軍経理学校はメガネ等を使用した強制視力1.0以上をカットしたので、海軍主観死亡でありながら、視力の低いものにも人気があった。陸軍の 実施学校に相当するものが海軍では、十家学校と呼ばれる場合があるが、これも公式には規定されていない俗称である。学校設置の法令は直例により、教育内容は官房通達によっていた。海軍には、以下の学校があった。陸軍海軍軍隊のほかアメリカ沿岸警備隊などを含める。具体的な例としては、陸軍幼年学校など。具体的な例としては、 陸軍大学校、海軍大学校など、当時は、歌詞館のことを歌詞と呼んだ。陸軍幼年学校だけは原則として学費が必要であった。本文の例は1930年1月時点による。現行平時法令集に服役補充消防の武将は4年8月発行。アジア歴史資料センターレフ、C121 億2077万6400。 ありがとうございます。